こんにちは、デモクラシータイムス半田茂の目、四十六回目をお届けします。半田さんです。こんにちは、半田です。よろしくお願いします。えっと、このところですね、ニュースで、その中国共産党と習近平氏の話がたくさん出てきました。えー、特に歴史決議というのが行われて。 えー、これがすごくこの方のまあ地位を上げて独裁者化するのではないかという,ような話もあったんだけど、もう一つピンとこないんですよね。うん、あの歴史決議ってまず何っていうとことから、そうそうそう、日本にない概念で分かんない。うん、あのー。 過去中国共産党で、えー、2回歴史決議を出してるんですよね。うん、で、出してるのは毛沢東と東昌平という、まあ、2人とも、まあ、中国の、まあ、建国の僧であり、うんえー、また立て直しをした僧。あうん、だから大物が2人いて、この2人しか出してないと、うん、いうことなんですよね。 毛沢東の時なぜ出たかっていうやつなんですけど、うん、この,、ね、あのどういうタイトルかというと若干の歴史,、えー、歴史問題に関する決議と若干なのね <laughs>、うん、その。<laughs> 毛沢東があの、まあ、ライバルたちを追い落として、うんまあ、トップに立つわけですよね。うんうん、でトップに立った時に、まあ、政権を安定させようとして、うん、で追い落とした連中がいかに間違いをしてきたかというようなことをこう具体的にこう盛り込んでいった文書がこの「歴史決議」というやつなんです。これ1945年って、うん、まさに何か戦争が終わった時期時期ですよね。 で実際に中華人民共和国ができるのはその4年後の49年ということですけども、うん、まあ,あ足場を固めて、えー、建国に向かって進んできたと、うんでまあ、この決議があったことで毛沢東の、まあ、絶大な権威というものがこう確立していくわけですね、うん、党規約に毛沢東思想が盛り込まれて、うん <laughs> すごいなと思う個人の名前がついた思想が、うん、まあ個人崇拝ですよ。うん、うん、あのまあまあ実は習近平さんも第二の毛沢東家を狙ってると言われてますよね。うん、でその毛沢東の場合やっぱりでも実はこの絶大な権威の下であの例えば文化大革命を引き起こして、うん、まあ中国国内が大混乱をするっていうことになっていくわけですよね。うんうん、なるほどね。うん、で父さんは 当翔、うん、平さんはそのおこれ毛沢東はあの、ま、文化大革命を始めて、えー、その10年後に死ぬわけですね、うん、76年に亡くなる。で、えー、ここでこうなんとかこうまず経済そして、えー、国民の人心を立て直していか,ない,かいかなければいけないということで、うんえー、このお新しい中国をこう引っ張っていかなきゃいかんということで、うん、やはり歴史決議を出すわけですよね。 で前回の,あの歴史決議の名前に非常によく似ていて建、うん、国以来の党の若干の歴史問題に関する決議と。うん、若干ってとこが。うんあのまあ、この中であの 東翔平さんというのはあの副主席でありましたけど中央軍事委員会の主席に就任して、うん、事実上のまあ最高責任者になっていくとあの中やっぱり軍を掌握するあの中国の軍というのは人民解放軍は共産党の軍ですから、うん、それを掌握するということはあその軍事力をバックにした政治権力を身につけることになるとういうことなんですよね。ななるるほどねそうかなんかん日本で見ていると まあ毛沢東がすご,すごく中国における偉大な指導者であると周、まあ、恩来がこういるっていうのは分かりますけど、うん、その後のいろいろ並んできているその指導者の人たちの優劣というか重みの違いがもう一つ実感としてないので、うんうん、やっぱり。 中国の中では毛沢東時代の次は鄧小平時代で,そ,で、ね、それで今度習近平になるということなんですね、はい、その間に、うん、他の主席はいますけれど、うん、やはり父、まあ、さんの場合何といっても共産主義勢力の中に資本主義を一部導入していくような黒い猫であれ白い猫であれネズミを取る猫がいい猫だと、うんまあ、そういった清濁を併せ飲むようなことをして日本にも来ましたよね新幹線に乗りましたよ。うん あそういえば新幹線が今度自動運転で人がいなくなるというあその新幹線に乗って目指すのはこういう新幹線が走るような国になることだということも言っててまあ実際にあの日本の技術で若い号という新幹線を中国が国産化してもう走ってますよ、うん。それは実現しているわけですよね。さんはこれ ね、まだ10年経ってないわけですよねポストについて。うん、であのもうこの人がもう最,高最初に掲げたのは中華民族の偉大な復興とこれ中華民族の偉大な復興と何言ってるかっていうとこれ19世紀からずっと中国っていうのはあの列強支配のもとにあってで植民地化半ばされてきた時代が長かったわけですよね。うんうん、でアヘン戦争で負けて香港取られちゃったりとか。うん まあそういったことをこの振り払ってねその最高を遂げていくんだというのは非常に大きなスローガンを掲げたんですよね。で翌2013年にはあの一帯一路という巨大経済圏構想を打ち上げていくとでそしてこの巨大経済圏構想と言いながらも安全保障面での影響力も東南アジアや例えばヨーロッパの中でのイタリアとかね いくつかの国にこう影響力は及ぼしていって徐々にそのテリトリーを広げていくっていうようなこともまあ巧みにやってきたわけですよね。重要なのはあの2018年に憲法を改正をして、うん、それまであの国家主席っていうのは2期10年まででってて決めてたんですよこれは実はあの毛沢東の時代にその人気がなくて、うん。 えー、人気が決まっていなくてね、うん、それで、えー、何期もやったことによって、まあ独裁化したということで、当小平さんがそれを入れたんですよ。なるほど。18年<ー>それを習近平さんになって撤廃をしてしまうと。うん、で、習さん今国家主席として二期目なんですけども、来年度も終わるんですね。うん、で終わって、えー、来年の秋に、えー、おそらく三期目になるだろうと。 でそういった3期目になるための礎を築くためには自分に絶対的権威があるんだということをこう歌わなければいけないと、うん、まあそれは毛沢東や鄧小平と同じように、えー、自分がそのトップの時に歴史決議を出すことだということで、うん、まあ今回出したということなんですよね。どうしても今,日今回出さなきゃ いけなかった理由っていうのは、何かあるんですか？いや、やっぱり、あの、これ、来年に備えて、うん、来年の党大会に備えて、まあ、今年のうちに足場を固めておかなきゃいかんと。うん、来年度はもう遅いんですよね。なるほど。で、この中国の政治決定の仕組みというのがよくわかりませんが、えーはい、あの、六中全会というのが今回、あの、決議を出した、あの。 中国共産党のまあ会合なんですよね、うん、で本来はあのよく聞いていらっしゃると思うけど全人代、はい、全国人民代表者代表大会っていうやつが国会にあたるんだけれども、うん、一方で中国共産党の憲法の中にはその共産党の指導的な役割っていうのが明記されてるのでそういった国会で決めるのとは別に共産党がリーダーシップをとって決めてもいいんだと、うん、まあそういう解釈ができるわけですよ。うんうん そかこれはじゃあ、うん、共産党の会ってことですか、ね、そ,うそういうことですあ<ー>であの前回2016年に六中全会っていうのがあったわけですよでこの時に衆参を毛沢東や鄧小平と並ぶ党中央の革新というふうにも位置づけて、うん、そして衆参への権力集中を呼び込むきっかけにしたわけですね、うん 1>, 1回前の6中全会の時に衆参の、まあ、ほぼ独裁の足がかりを作ったと、うん、で次は衆参があ憲法を変えて次の3期目に突入できるためのお足場を固めたということがいえるという。 感じ？一番上のトップのこの七人っていうのがすごく偉い人。そういうそういうことですね。うん、あの周さんがまあトップですよね。で、ええ、ナンバーツーがあの李克強さんですよね。その下に李鈺専少っていうのがいて、あとまあそのさ,さらに下に四人いるんだけど、この六中全会あの中全会っていうその中国共産党が年に一回やってるあの。 ああの中国共産党の任期って5年なんですよ役員の任期は。はいはい、で5年の間に7回の会議をやらなきゃいけないんです。始めと終わりがあってそうそうそうで7回の会議をやってその何回目にやってる会議かっていうので6回目の会議なんです今回は,次は。次は最後。 この会のメンバーっていうのはこの図にあるように中央院っているでしょう、はい、でこれから上の人たちなんですねお<ー>で中央院もあも次の候補がいるんですよ、うん、中央院候補ってのは160人いるんですよ、うん、そうすると160人足す200人足す政治局員25人足す7人とだ大体いい400人ぐらいでこの議論をすると、うん、ういう形をとってると。なるほど で今回のねその何を決めたかっていうと、うん、その歴史決議ですから孟、うん、さんの足跡をこう振り返って孟、うんうん、さんは偉大な人物だったと建国に導いた偉大な英雄だってことを言ったんだけれどあのでも実際には孟さんが旗振りをして鉄鋼や穀物のね、うん、無謀な増産で実際には餓死者も出るという大躍進。そうそうそう の大失敗とかね、うん、あとあの、まあ、国を、ね、破壊するような政治闘争になった文化大革命など、うん、一切このことには今回の歴史決議のコミュニケーションの中にはないと。うん、で唐さんの場合も父さんは実は1989年にあった天安門事件、はい、あれの責任者でもあるんだけれど、うん、そこは全く触れていなくて、うんえー、その父さんが始めた改革開放だけ。 つまり中国の今の発展の礎を作ったってところだけを見て、えー、この評価をすると、うん、要するに汚いものは見ないっていうことがこのコミュニケの前半部分なんですそこに基づいて次のこの方も決まってくるわけですねそ,でいやこのその後半部分が実はこの人の <laughs> 言いたいことで、うん、要するに周さんは自分があの そうそう初期に就いた2012年以降に、うんえー、習さんは頑張った頑張ったってことが書いてある一生懸命やったと <laughs>、うん、で中国の特色ある社会主義を発展させるとかそういうことが書いてあって、うんえー、そのいかに長期に政権を担う政党を建設するかといったことの戦略がこう 示された衆参、うん、の,の立派な指導の下で、うんえー、今の中国ができてきたと。うん、で、えー、びっくりするのはやはり見方が違うわけですね香港について愛国者による香港統治を実行し、うん、一国二制度が安定する基礎を築いたと。うん、これむしろ逆じゃないですか。うん、こう我々の見方からするとあの50年間は維持するといった一国二制度あの1997年に香港が返還されましたから。 あのまだまだね一国二制度を維持しなきゃいけないのに、うん、国安法ですか、うん、国家安全維持法っていうのを作って結局民主的な意見をこう全部封殺をして野党勢力を壊滅させましたよね。うん、で台湾についても独立の動きは外部勢力の干渉に断固反対し両岸関係の主導権を握っているというふうにまあ評価をしたと、うん、で台湾もこの人に任せておけば大丈夫だと、まあ、そういうことですよねなるほどね。 この三期目の布石って、うん、見えてるわけです。もう今回この決議を出したってことは明らかに三期目に入っていくということの、うん、まあ。まあ、決まりですよね。で、周さんはその最初に十二年に着いた時に反腐敗闘争。 自分たちと同じような共産党の幹部の仲間をどんどん摘発をして、うん、そして失脚させていきましたよね。そういう形で、まあ、要するに政治的なライバルを追い落とすということをやってきて1期目はそれで足場を固めたと。 ややゆとりのある社会、国民全体がゆとりを持っているような社会に、えー、しようということをスローガンに掲げて、うん、今年7月にはもう達成したという,ふうに言ってるんですよ。うん、そうなんだ。でもあの今ね中国でい盛んに言われている共同富裕、うん、みんなで一緒になって豊かになると。 でこれをね無理に今推し進めてることによって、うん、あの例えばあの塾勉強塾が激しくなって競争社会になってくと、うん、これは好ましくないってことで塾をどんどん潰してるわけですよね。うん、で一方でその今まで、まあ、国営企業には今でもたくさんのお金をつけたりはしていますけれどあそのいわゆる自分たちの資本主義的成長の中で発展してきた不動産業界の高大。 何も,もう手を貸さないと、うん、でむしろ立ち枯れてってもしょうがないよねみたいな、うん、で結局ねあの無理やりこう右に左にこうやってきたことの影響っていうのはあ実は出てるんだろうと思うんですよね。そんなにこの美しくみんなが成長してきたと本当に言えるんだろうかということですよね。うんうん でも周、まあ、さんにとってみればこの9年間はこう自分の足場を固めてきて、うん、ようやくこれから自分の時代が始まるんだと、まあ、つまり2期はあこう足場だったんだと次の3期目からが本番,本番じゃと。そうかで周、えー、さんも今もう掲げてるのは2035年までに社会主義現代強国というのをこれ実現すると。でまた建国100年を迎える2049年を九年を めどに世界一流の現代化強国を建設すると、であらゆる長期計画がこの二つのビジョンの元に沿って作成をされていると、うん、まあその中国はねあの国家百年の計とか、うん、まあ本当に千年を千年単位で物を考える国だって言われてますけど、<laughs> あのそういう意味では計画性はあるとは言えるんですけど、うん、ただ 要は、ご自身のね、独裁体制を固めるための、まあ、材料でもあるわけですよね。うん。なるほど。まあ、だから、えっと、ややゆとりのある社会の達成に力を入れたけれども。格差社会として格差は残っていて、うん、その格差が、一方で、あの。 自分の才覚で先に金持ちになるっていう人がもちろんいてもいいんですよっていう政策をしてきたから異常な金持ちとその農村に行くと本当に小屋に住んでっていうような人たちとの間の差があまりにも激しくなってこれはまあそれなりに表に出ないにしても不満は残ってるっていうことですよね。でその結果が共同富裕のこの宣伝につながっているんだと思うんですが。 うんそうなんだでも全体から見ると不満はあちこちにあると思われるのに、うん、あまりこう私たちが報道で接するようなものはないですよね <laughs> あのまあ実はねあのな、うん、はないんですよ、うん、中国のあちこちで、えー、デモが起きたりね、うん、あの揉め事はあるんだけれどあのああいう国だからきっちり伝わってないんですよね、うん、我々はよくわからない、うん、なるほどねでそれはまあ国内の関係ですが。 対外的に言うと、ここのとこ、まあ、米国との対立がまあ目立ってきてるっていうことになりますよね。バイデンさんは、衆参について、頭の良い人だと。うん、で、民主主義は機能せず、専制主義がこれからの潮流だと捉えてると。うん、まあ、まあ、多分そうだと思います、うん、で、やっぱり強烈なのは、その民主主義と専制主義の戦いだってことを言ってるわけですよね。うん、で、中国に対して専制主義と決めつけた上で、 えー、自分たたち民主主義国家ととの、まあ、戦いになっ最近ね競争だという言い方で多少問談はしてますけど最初は戦いだって言ってたんですよねうん、うん、で一方衆参はそのアメリカに対して別に何を言うでもなく中華民族の偉大な復興と、うんまあ、これ最初に出席になった時に掲げた目標ですよね。うん、で新華社があのこの歴史決議に合わせて論評を出していて。うん ここがね重要なんです2035年までに東洋の大国まあこれ中国ですよね、うん、で現代化を果たし世界地図を徹底的に塗り替える、うん、社会主義大国が現代化を基本的に実現すれば現代化は西洋化だという歴史認識を終わらせ全く新しい選択を提供することになるとこれは強烈な対抗心ですよね あの、うん、進化者ですから、当然、これ、中国共産党の意を受けて書いてるわけで、うん、えつまり、表向きね、その、いやいや、私なんてまだダメですよ、と言いつつ、で実はいやいや、冗談じゃねえよ、と。いつまでもでかい面させるかよ、ということを言ってるわけです。<laughs> なるほど。だから、これの意味するところは、まあ、日本は、まあ、特にそうですけれども、その、現代、近代化、現代化っていうかな、進歩っていうのは、西欧的思想、 があの進化していくことだっていうのが大前提にあって、うん、だからこそそういう形の日本をこう実現しようっていうので今までやってきたっていうところがあるけれども、うん、もうそれを根本のところから目指すものが西洋化ではないってこう言ってるわけですよね。うういすどものを目指してるんですか、うん まあ、中国という国の歴史を振り返ればね、うん、その表舞台からこう消えていったっていうのはこの19世紀から20世紀の100年ぐらいなんですよね。うん、でその以前はもうずっと世界の大国としてあった。まあ必ずしも漢民族が支配してたとは限りませんけれども、うん、まあそれでもまあ要するに、えー 世界の中心であったことが多い国で、うん、なわけですよね。うん、で、それがなぜね。あの更新の白人たちの国々にとって変わられてるのと、うん、そういう不満というのはもう根本的にある国だと思いますよ。うん、で、実際にあの西洋化っていうのはね。本当にうまくいってるんだろうか。っていうことは私もちょっと思わなくないんで。<laughs> うん <え>だからといってねその自由がない国まあちょっと全体像としてまだ想像がつかないんですけども、うん、じゃあ昔みたいにまあ解明的皇帝がいてねえアンって長安を中心に世界の富とこの文化が流れ込んできてっていうようなことを考えているわけでもない。 いや、考えてるでしょ、そこは。そうなんだ。うん、それは考えてると思いますよ。なるほど、うんそか。壮大な話になりますが。うん、で、えー、すごく近いところの問題としては。じゃあ、台湾どうするんだ。こういう話があると思いますが、うん、これはどのように見ていらっしゃいますか、うん。あの、ね、台湾っていうのは。あの、千九百四十九年に中華人民共和国が、まあ、あの、設立された時に。 まあ、国民党があ逃げていって、うんえー、台湾に行って中華民国っていうのを、まあ、主張したわけですよねであの最初はねその日本もアメリカも、まあ、台湾との関係が深かったんだけれど、うん、徐々に中国が力をつけていってで1971年に中国が国連に加盟すると同時に台湾がこれ脱退をするということになったわけですよね。うん でアメリカはあの72年にニクソン大統領が訪、まあ、中をして、はい、そして、えー、米中のお対話が始まってくると、うん、で日,本日本は72年そしてアメリカは79年に中国との間の国交の正常化をして同時に台湾とは断交すするんですね、うん、どっちを選ぶかみたいな要するに一つの中国ということで中国を選ぶわけですよ。うん でアメリカは国交正常化の後に台湾が中国の一部だとする中国政府の立場を認知すると表明をしている、うん、で日本も十分理解し尊重するというふうに言っていると、うん、で,あのでアメリカはねその中国と国交正常化し、うん、台湾と断交した後もここ一番最後がとても大事で、うん、1979年に台湾関係法を制定して、うん、安全保障を含む台湾への関与は継続すると。 で曖昧さを残した一つの中国政策というものをずっと維持した上中国と向き合ってきたと。これがねなんか理解しにくいんですが、うん、まあ一つの中国っていう日本語から連想するのは中国っていう国はもう大陸の中国しかありませんということになるとそれを認めるっていうことは台湾は中国の一部であってまあなんていうか中国の内側。 日本で言ったら道とか県とかそういうようなものなんだっていう位置づけになるのかなと思っているとアメリカの,この台湾関係法でいうと、うん、もうその台湾に対していろいろ援助するっていうような法律なわけですからそ<う>その、ね、北海道とか東京都とかっていう位置づけではなくてな、ねあまあ、独立したっていうことになって、うん、ここは矛盾はないんです。よ、だから。 ものすすごく矛盾してるわけですよ、うん、その例えばあのトランプさんの時もそうだし、うん、その前のオバマさんだってそうですよね。ですよ、ねうん、でまあアメリカが武器を輸出するってことはアメリカは儲かるだけじゃなくて台湾の軍事力を強化して、うん、で中国との関係がこう万一悪化してね武力で統一されるような事態になれば、うん、あなたたちは自力でも戦えるような武器を 持った方がいいよっていうことも示しているわけですよね。うん、で、ただし、その例えば日米安全保障条約っていうのは、ああ、日本が他国から侵略されたときに、うん、そのおアメリカが守ってくれるという防衛義務が書かれてますけれども、うん、台湾関係法にはそれはないんですね。うん、その密接な関係はあるんだけれど、だからといって、えー、武力侵略の時に守るということにはならないと。うん、本来はそういうことなんです。本来は。このなんか曖昧な 感じで、えー、推移していることによって、はっきりさせないことによって安定してきた関係が、うん、そここをはっきりさせようとすることによって、先鋭的な争点になっているということですね、うん。習さんという人と台湾との関係っていうのはこれ非常に密なものがあって、うん、習近平さんがこの出世をしていった。 足がかりになったのが台湾との関係なんですよねあの1985年の36年前ですよ、まあ、まだ若い習近平さんがこの台湾の対岸にある福建省のアモイというところの副市長になるところから彼のキャリアというのがこう本格化していくんですよねでこの時に台湾司法を呼び込んで アモイのの経済成長の礎を作ったと。うん、でさらにあの台湾の漁船の人たちとうまく関係を結んで今中国ではあのいわゆる海上民兵と言われてるね、うん、軍なのかあるいはあ漁民なのかよくわからないような人たちがいるけど <laughs> そういった人たちの礎をやはり作ってるんですよね。であのその後福建省の省庁になったりその隣のね うん、浙江省の初期を経て、で、党政治局の常務員になって。で、国家主席になって、国家主席という、一気に、この台湾での。お、うん、台湾問題の州ということで、うん、こう、終戦の階段を上ってきたんですよね。なるほど。うん、だから、今、中国共産党の中で、さんに並ぶ台湾通はいないんですよ。うん、で、さんは台湾統一、これは中国共産党が言ってる革新的利益ですよね。うん、国家主権の一部として、当然、これは。 中国共産党は目標として掲げてますけれども、うん、でもそれを実現できるとすれば州以外にいないだろうということも思われていることは事実なわけですあそうなんですねだから台湾統一台湾統一って言っている限りは最高権力の座は揺るがないんだけれども、うん、でもどうもアメリカが気になるっていうのが今なんですよね、うんうん、そのアメリカが守るって言ってきた一つの中国政策にどうも揺らぎが出てるんじゃないですかということで中国の国内からもこれは、うん 台湾を何とかした方がいいんじゃないのという声が出てきたのを受けて、まあ、最近強硬に出てくるようになったとううんそれ中国の人たちが、まあ、武力での統一も含めて台湾をきっちりうちの門にしたいってこういうふうになってるってことですか <laughs> そうです武力統一もやめなしっていうの,の声も出てるとうん結構損だというふうには思いますけど武力行使はだけどこういう中国軍の侵入というのも続いていますそうですよね これは十月一日国慶節といってね、中国の建国記念日、うん、でこの日から四日連続して、えー、中国軍の軍用機が台湾の防空識別圏というところに百四十九機も入ってきたわけですよね。うん、で今までと桁違いにこう多い数の軍用機が入ってきた。うん、でこれはまああのまあいろんな意味があって。 一つはこの台湾海峡の南ってのはバシー海峡といって、はい、ここを通って南シナ海に入るわけですよ。うん、でアメリカの軍艦がこの南シナ海に入って航行の自由作戦をやるでしょう。うん、でこのそれはバシー海峡から入るわけですね。でまたあの自衛隊が南シナ海に行って訓練する時もそうだし。 あの今回あのイギリスのクイーン・エリザベスなんかもやはりここを通ってると。うん、でここを通って中に入った各国の軍で共同訓練なんかをやるから、うん、そういった各国の軍に対する一つは威嚇の意味があると。うん、そうですねちょうどこの10月の1日から4日の間って前半田さんに教わった共同で訓練する地域に当たっていた時期ですよねまさに、ねちょちょ。ちょうどこの頃やってた。うん、でそれが一一つつでしょううん、でもう一つは これいつでも角度を変えて北に行けば中華民国をあの台湾を占領できるぞと攻撃できるぞというようなメッセージ、うん、で3つ目はあの国威発揚ですよ国慶節に合わせてるから <laughs>、まあ、そういうので今までこ,ここまでやったことはなかったんですよね。で今回、ねうん、あの複数の基地から 別々の飛行機がこの時間差で発進してきて、うん、この上空で編隊を組んでガッと入ってくると、うん、本当に実戦に即した動きをやったっていうのがびっくりでしたね。なるほどね。いや全然話違いますがこの,この図はこれは台湾の方で書いた図なんですかそうですそうです。ですこの上の109年9月9日っていうのは<ー>これはあの中華民国の建国から109年これ去年なんですよ。なるほど去年の図。 うんこの端っこの方に来るんだな、そう,そうかなるほどこういうこともあり台湾をめぐってバイデン政権は、うん、まあ割とこう強,強硬姿勢に出ているというふうな理解なんですけどまあそうですよね、うん、あのなんだろう抱え込みっていうんでしょうかね。うん その2月にそのね電話協議をウさんとバイデンさん初めてやりましたけども、うん、まあ台湾に言及して根本的な懸念があるということもはっきり言ってるんですよね、うん。でその後ねそのパラオ大使があの台湾に行ったりあとアーミテージ元国務副長官が台湾に行って蔡英文総統と会ったりと、うん、今まで見られないようなあの高官の人たちが台湾に行くっていうのがまあ頻繁になってきて、うん。 あとあのワクチンをね届けるのにアメリカの国会議員がわざわざざ軍用機でで行ってるでしょ、うん、でそういうこともやってるし、うん、であと重要なのは7月の9日にアメリカと台湾の当局者同士の接触規制を緩和する新しい指針を策定をしていると。だから今まではね台湾っていうのは代表部しかなくて大使館はないんだけど、うん、それにしてももっともっと密な関係で。 言いようじゃないうことを言い出して、まあ、台湾もそこは歓迎をしているとであの10月22日にバイデンさんがテレビのインタビューに答えて、うん、我々は台湾を防衛する責務があるとこれおかしいよねとね台湾関係法になかったんでね <laughs> だからもうなんとなくねこう気分はねいつの間にか安保条約になってるっていうことなんだよねう、まあ、そうですよね。 それで、えっと、軍隊の方も、こういうことを言っている、うん、っていうのが、今年は、ずっと続きました。そう、台湾有事は六年以内だというふうに、うん、インド太平洋軍の、まあ、当時の司令官が、まあ。時期を区切って明言をして、うん、なんで六年なのっていうのことでね、結構衝撃が走りましたよね。うん、なるほどね。で、なんで六年かという解説もある、ねうん。はい。これは、あの、前の番組でも言いましたけども、あの、中国とアメリカの関係で。 中国にとってショックだったのは1996年にあった台湾総統選で、うん、独立派とされる李登輝さんの当選を阻止するために、うん、台湾と与那国島の間の海にたくさんのミサイルを撃って脅したわけですよね。うんまあ、ところがこれに反対したアメリカが空母2隻を台湾海峡に入れて、うんえー、そして何やってんだってことでにらみつけた途端に 当時軍事力がもうもの圧倒的に落ちる中国はたちまちこの訓練をやめたわけですよ。うんうん、でそうだとすると台湾の独立していく姿を我々は指を組まれて見てるのかと、うん、その時にアメリカが後押しするのかということを非常にショックを受けて、うん、でアメリカに対抗するため接近阻止領域拒否、うん、アンチアクセスエリアデナイアルを掲げて、うん、海軍力空軍力を増強するということを決めて、うん、そして、えー、2027年には軍の現代化が達成すると。 うん、いうことになった。で、これ六年以内でしょ。うん、でもう一つはあの周さんがもし来年の秋に三期目に入れば、うん、国家主席三期目に入れば五年間の人気なので、うん、やはり二千二十七年と。うん、だから軍事的、政治的にちょうど二千二十七っていうのはちょうどぴったりでいいんですよね。周、うん、さんは台湾をその武力をもってでも統一するっていうことを。 自分の政策に掲げていいるわけではな2019年の1月の新春の講和の中で武力行使も辞さないっていうようなことを言ってるし、うん、去年の5月にあった全人代で、まあ、党のナンバーツーの李克強首相が、うん、あの台湾の統一に向けての動きっていうのを報告する中で平和的統一って今までずっと言ってたのに、うんね、その平和的取っちゃった。 うん、だからあのもし出方によっては我々は武力行使も辞さないよということを今中国共産党は示していると、うん、いうことは言えるわけですね。うん、なるほど、ね、で他方でアメリカの方はこのトランプ以降割とこうなんていうか米中対立を煽るといったらなんですかね、うん、危,険危機にあるっていうことを声高に言うっていう。 政策になってきているから、うん、こうそばで見ている方としては、あら怖いわねっていう、こういう状況になってま、ねうんまあ。そうですよね。うん。うん、これね、最近の報道ですけども。うん、まあ、中国の広い国土の中に、まあ、タクラマカン砂漠があるんですよね。で、そこに、あの。 アメリカのこれは民間の衛星がとったものですけど、うん、当然アメリカの軍事衛星はもっと前から見て気がついてるでしょうけれどこういうものがあると。うん、で左の方があの新しいね原子力空母でフォード級っていうのがまあ来年まあ就航する予定だけどそれとシルエットがそっくりの目標がある。<laughs> まあ目標なんですね、うんうん でで右側はアーレーバーク級っていうね、うん、これ横須賀にも置かれてるイージス艦アメリカのイージス艦ですよね。うん、そういった目標があってあの、まあ、ミサイルとか、うんまあ、空爆の、まあ、目標として使っているというものなんですよね。まさにアメリカと戦争する準備をしてると、うん、いうことですよね。これ、ね、あの重要なのは 見えるように作ってあるってことが大事なんです見せてるってことです、ね、見せてるんですよ。つまり <laughs> これはだから二つの意味があって、あの我々に近づくなよとまさに A2AD の実践として、うんえー、見せてるっていうのと、あとわる万一のことがあれば我々はこれだけ準備してるんだぞってことがあってアメリカに対する牽制になっているということだと思います。なる,なるほどね。だからこの写真を見て、あ中国はアメリカと戦争する準備をすごく進めてるんだっていうふうに見る。 のかそれともこれは一つのデモンストレーションとしてもちろんアメリカが見ていることは承知の上でこういうことやってるんだよっていうことをこうお知らせするためにやってまあ,あの駆け引きでもあるわけですよ、うん、こういうものが。なるほど。うん、そうかこういうなんか壮大なこの大国同士の駆け引きとか。うん さまざまあるじゃないですか。はい、なかなか日本ははまり込みにくいです、ね。日本はアメリカがこう古旗の元に集まるだけなんで。<laughs> <い>外交があるとは思えないですよね。そうか。うん、でもなんかやっぱり日本の方が中国からの距離は近いですし。そうなんです。あの。なんていうか、日本は日本として何とか自国の存立を守るためのさまざまな手段を講じなければいけないんじゃないですか。うんうん、で、例えば。 安田さんよくほら、えっと、侵略するだけの能力があったとしてもそこに意図がなければ戦争にはならないって,い、うん、っておっしゃるでしょ、うん、そういう意味で言うと日本が中国との間では何をしたらいいんですかあのこれは明らかであの、うん、米中が武力で衝突することがないように、うん、双方に対して落ち着きなさいよというような。 あのクールダウンを求めていかないといけないですよねこれ当たり前だと思いますよ、うん、で,でもねやはり両方大国でしょうで日本一カ国だけで動,こう動かそうとしても無理だから、うん、一つは生きない国である韓国とか、うん、あるいはそのアセアンの諸国とかね毎日米中が衝突したらえらいことになるなっていう風に考えている生きない国と連携をするってこと、うん、でまたあの今年になって突然ね イギリスの空母機動部隊とか、あとフランスの強襲揚陸艦とか、ドイツのフリゲート艦とかね、ヨーロッパ勢がたくさん来るようになりましたでしょう。うん、あれは要するにプレゼンスを示しているわけで、うん、つまり米中で勝手なことしないでねと、これ米中戦いになったら、うん ここれヨーロッパも大変ななとになるんだよ、うん、そういったことをちゃんと分かってねと、うん、勝手にお互いだけを見つめ合ってテンパらないでほしいよということも言ってるわけですよ。ですよ必要なのは塾議と対話、うん、でこれはま,まず当事者同士が話し合うっていう機会をたくさん設けなければいけないってことはもちろん、うん。うん、でそしてまたあの当事者同士では話しにくい場合に間に人が入って 取り持つってことがありますよね。うん、あのアメリカとイランのあの核協議については、うん、これ、えー、EU が取り持っていろいろ話を進めてきたという事実があるわけで、うん、まあそういうやり方もまあ工夫していく必要が今度はあるだろうというふうに思いますよね。そっか。何か日本での報道を見ていくと、例えばそのヨーロッパのあの艦隊が来てるっていうこと、うん、まあ報道自体も少ないですけれども、報道され方としてはまさに中国包囲網としてアメリカ、うん ともに、うん、日本もともに中国と対抗するためにこれがあるんだっていう側面ばっかりがすごい強調されるけれども、うんうん、彼らはそんなに単純ではないわけですよイ<ー>イギリスもドイツもドツね。あの EU, EU 加盟と EU を離脱した国の違いがあるけれど、うん、それぞれの国が例えばイギリスだったら統合レビューっていうのを発表して、うんえー、そのおーブレクジットした後のイギリスの安全保障政策どうあるべきかっていう、うん、広大なあ壮大なあその計画の下で今あクイーン・エリザベスも来てるし、うんうん、ドイツなんていうのはもともとね あのヨーロッパの中で旧ソ連の時代には最も戦争に巻き込まれる可能性の高かった国でしょう。うん、で非常にドイツはその巧みに立ち回ってきたわけです。うん、冷戦で戦争にならないようにならないようにってことで、えー、旧ソ連ともドイツは話し合いを続けてきたわけですよ。うん だからそんんななな単純な話ではないんではいすね、うんえー、もちろんそのヨーロッパ各国とアメリカと自衛隊が一緒になって訓練をするっていうのは一定の抑止力になって中国に対する牽制になることは間違いない。だけれどもそれが同時にね本当の戦争になった時に一緒になって戦うのとそういう話じゃないんじゃないのって <laughs> そもそも 戦わないために来てるわけでしょ。っていう話であって、そこはあのみんなそれぞれがそれぞれのそろばを弾いていくんだろうなという風に思いますよね。だから、その辺が割と日本の場合、見方が単純になりがちで、そこにそのなんていうのかしらね。この右派的兆候ばかりが強くなる。昨今を見ていると、んなんか自らのっぴきならないところに日本だけが。 落ち込んでいくんじゃないかという怖さは感じてますよね。そうですね。うん、で、えー、っと、ちょっと古くなりますがあ、11月17日のこの新聞見ると、米中首脳がオンライン会談やって3時間半で。うんはい、で まあ原則論を打ち合ったっていう感じもいたしますけれども、うん、半田さんこういう動きはどういうふうに。いや大歓迎ですよね。うん、やはりあの話し合いがないところにはあの共通理解って絶対に生まれませんよね。うんうん、で結局こうお互いがこう遠くから眺めているだけだと、自分は正しいのに何で相手はわわからないんだろうということをこう疑心暗鬼が高まるだけですよね。うん、今まで電話会会談は何回かありましたけど。 オンラインとはいえ、まあ対面しての会談、うん、今回初めてですよ。うん、で、三時間半というのは相当その具体的なことをまあ話し合ったんだろうと思います。うん、ただね、まあ最初の本格的な対面の会談でもあったので、うん、あの得られる果実ということよりも、お互いに話し合いを続けましょうということを言い合ったっていうことが最大の成果だったのではないかなというふうに思います。うん、なるほどね。だもっともっともっとしょっちゅう対話していけるように。 なると安心が増えてくるのかなと思いますし肝心の日本がその中国の上層部ときちんとした会談もできないまま今日までなってしまっているっていうことがどれだけ危険で困ったことなのかっていうのはもうちょっとみんなで考えないといけないなと思います。ということでえ国際情勢を含めてお話をいたしました。 また半田さんの番組楽しみにお待ちくださいどうもありがとうございましたありがとうございました